どうもシンプルでカジュアルのヨロです。46です。マサノシンです。はい。思いのほかちょっと順位が上がっちゃってんだよな。そうだな。うん。だから普通にどこまでいけるか、己の進化をちょっと問いたいなと思ってですね。はい。現在が139位かな。139位で、もうちょいで2桁順位になってますんで、ちょっと頑張っていこうかなと。すげえ。そして見届け人として、マサノシンが隣でサポート、あと心のケアをやっていくってわけね。バリ邪魔して10連敗してもらいます。いやいや、そこをお前俺をさ、カバーしてくれよ。大丈夫だよって声かけてくれよ。もう先生した方がいい、絶対。ありがとうございます。50秒あれば落ちられるんでね。うん。ちょっとアイアントが非常に強いというのを最近知りましたね。でもお前からしたらどうなん、微妙。めっちゃ強い。めっちゃ強いんや。火力、素早さ、あと技範囲も結構優秀だから、あ、そっかそっかそっか。こいつ、やれるんだよな。大丈夫、お前ならやれる。ありがとう。早くて。いいケア。そうだね、まあ、ギルガルド、オーロン読みでギルガルド先発で持っていきの、はいはいはい。で、唯一サザンドラがアイアントの上取れるんで、サザンドラも選出していきながら、うん、ラストはまあドサイドンだと、うん、ダイマックスすればアイアントの攻撃一発耐えて、こんなサッと決めていいもん。でダイバーンで大丈夫回復できるっていう感じで、トリトドン結構重くないですか。いや、トリトドンは大丈夫です。大丈夫ですか。はい、この3体でいきたいと思います。はいはい、ということでロベニールさん対戦よろしくお願いします。お願いします。ちょっとこの人が100ちょいやったけん、うん、100後半の人やったから、勝ったらワンチャン90ぐらいある。うん、あるし、負けてもそこまで落ち込まないかなと思いますので、こいつジャージで試合に来とんぞ。ジャージもね、ジャージよね。ジャージでもラッパーでも、ラッパーでもね、ティーパブローとか、アディダスとか来たりするけん。うん。戦闘スタイルは人それぞれだから。はいはいはい。出しがち。出しがち。おっと？オーロンゲ引っ込める。まあ、そりゃそうだよな。上から壁張らないんだ。壁張らんようやね。一応、瓦割りっていうね、変な技入れてるんですけどね。これオーロンゲ対策やろ？そうっすね、うん。壁展開が多いので、この環境。はいはいはい、うん、なので、一応瓦割りを入れてるんですけど。なるほど。これは硬いですね。勝ち。これは HB。 ああなんか強い人がね、うん、トリトドンは HD ベースが結構主流みたいな、現環境ではトリトドンは HD が多いかなって言ってたんで、だから大体はギルガルドのインファイト2発でトリトドンは落とせるんですよ。ああ、なるほどね。ただこいつはちょっと硬いので、ああ HB ですね。はいはいはい、あくびから入ってくるか。あくびか、オッケー。だこいつステロ覚えんちゃうね、意外に。ステロ覚えんと？ステロ覚えんちゃう。ええー、そうなんや。うん、俺が使っとるだけ分かるわ。あでも今作からステロ覚えとうかもしれんけど。あ、技レコードになっとしね。そうそうそう、分からんけどね。あ、ここでドサイドも出したいよね、俺は。ラムのみ持っとけ。なるほど。あくびループをしっかりと回避できるようにラムのみドサイドを持ってるんですけど、ここで熱湯が大地打たれると致命傷。確かに。なので、やだ、うん、いや、ただ俺やったらちょっと、なんか左上にこれはモザイクで確認できなくていいです。うん、まあただ絶対もう一回あくびをして、はいはいはい、裏のポケモンを確認してからね、うん、切り替えると思いますんで、ここは多分ネットとかは出てこない。おー、ほんとだです、ね、ここはネット入って、ここは分からん。第一ネットが飛んでくるかもしれんけん、うん、ここはね、剣舞とか悠長なことはできんね。なるほどね。うん、うん、で、地震じゃ飛ばん HP かと思いますんで、はいはいはい、ちょっと先に大ね、ダイマックスするのあまり良くないというか、うんうんうん、うちのパーティーはそこまで良くない感じなんですよね。あ、そうなんや。受けられるポケモンがおれば先にダイマックスしてもいいんですけど、でももうしていくって感じ。もうしていかんとちょっとトリトドンめんどくせえやん。そうね、めんどくさいから処理してって感じっすね。ただこのトリトドンじゃない、ドサイドン。ドサイドン早いんすよね。早いっすね。超早いっす。純速まで上げてます。純速ドサイやけん。純速ドサイドンは多分この環境にもなかなかいないと思う。いないな。うん、だから大体ポケモンの上は取れると思ってますけどね。アーマーガーをね、うん、上から叩きたかったっていうことで、挑発される前に剣舞してってことね。うん、まあ鉄壁とかをされる前に。ああ、そっかそっか、って感じや。そっちか、はい、はい、うん、ダイヤースぶっ飛ばす、うん、これは多分飛びます。飛ぶ、これ。これ飛ぶよ。いや、もうドサイドは攻撃力140で、いじっぱりでマックス振ってるんで。すごいな、これ。マックスまで振らんでもいいと思うっけどね。うん、あんま努力値調整ね、努力せえし。そうね。あ、寝たよってなっとうかもしれんけど、ね、寝たよってなったかもしれんけど、これがすごい強い。やっぱラムの実は強いな。今作絶対いると思う。あ、そうなんや。ラムの実とスカーフ持ちは俺は必須かなと思ってます。すげえ。ああ、強いやつが言うけんスッと入ってくるわ。結構説得力増してきたよ。あ、してきた。順位がね、上がれば上がるほど。いや、こいつどうなんて思っとうかもしれない、視聴者の中にも。ああ、そうです。めっちゃ考察しよるけど、こいつ実際強いんかみたいな。ああ、ね、いや、見せますよ。ああ、100以内入ったら普通強いよな。100以内入ったらね、ちょっと見る目変わるのかなと思うけど。確かに、うん、分からんけどね、うん、俺もちょっとね、結構あっさり来たから、ここまで。確かに確かに。あんま実感がないですよ。ホルード、アイアントがおらんっていうのはめちゃめちゃ朗報、朗報ですね。うん、ここはダイヤースを打っていっていいから、削っていきましょう。はい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 、はい、うん、ホルードのね、ダイマックス自身も
半分もいかないと思いますんで。何だっけ、ハードロックやったっけ。ハードロック、ハードロックで抜群の技を 0.75 倍にするっていう、でかい感じですね、すごく強いです。強いよな。ただ相手もここダイマックス戦闘戦闘いかん、戦闘いかん、止めるためにも戦闘いかん。こっちサザンと、あとギルガルドいるんで、オールケーなんとかなるな。そうっすね、だからギルガルドとオーロンゲの対面作れれば勝てるかなっていう感じだけど。ああなるほどね、タスキ持ってるから一発は攻撃耐えるし、素早さも上なんで多分。あそうね、ギルガルド純速なんで早いもんな。いや遅いポケモンにね素早さを振ってるっていうね。そうね、なかなか見よ。今までの俺やったらそんなことせんね。今回やと結構刺さる。刺さってます。あ、そうや。ドサイドン純作にするとブラッキーとかも上取れるんじゃない。そう、そっちゃそっちゃ、あいつらあくびすきやげんくさ。確かに、ニーフィアもいけんのか。ニーフィアもいける。60度くらへんを軒並み抜けるのはでかいかもね。そう、 そうね、だから研磨して、はい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 、で、うわ、あくびしたところに、ダイマックスして、あ、ちょっともう受けられんわっていう。なるほどね、していくっていう感じの、はいはいはい、戦略的なドサイド。うん、いや新メンバーないけどね、ドサイドこれね、まさかのドサイド。それまでゴリランダやったんですけどね。なんでゴリランダ引退したんですか。ゴリランダ、ハチマキも出そってやっぱ火力欲しい。ああはいはい、はい、やったけど、いやちょっとね積み技が欲しかった。ああなるほどね、剣舞ワルダクミの2段階一気に上げるっていう積み技が欲しかったのと、ちょっとねリザードンとか、ああきついか、突撃室しんどすぎたね。確かにドサイドやったら絶対勝てる。そうなんですよ、そうなんですよ。大草原がある。大草原、あ、でも一発耐えそうやけど。サンパは大草原だときつい。ああ。で、晴らされる前にこっちがなんとかするしかない。ダイマックスをしときたいなって感じですよ。え、もう一発耐えるやん、こいつ。もう一発耐えるけど、ここでダイマックスは切れちゃうから。ああ、そうか、ダイマックス切れるとちょっとダメなんで。はいはいはい。で、こっちはサザンドラをまだ隠しているので。ああ、ここをもう、最近一応取っとくってことね。そうですね。確かにオーロンゲも上取ってるからな、多分。そうなんですよ。ソウルクラッシュとかよりも先に上から打てる。だからサザンドラをここで自信を透かしていって、っていう感じですね。これ絶対、まあ、あんま言う案外かもしれんけど、勝ったような気がするんですけど僕。いやーまだ分からん、まだ分からん。あ、まだ分からんのや。まだ分からんね。次これダイアースすか、まあダイアースが打ってきたらちょっと微妙な感じ、分からん。ダイアースじゃ、ダイ、なんやろな、ダイスノー、何やったっけ、氷のやつ。ダイアイス、ダイアイス、ダイアイスとか冷凍パンチ、ダイアイスを打たれるとちょっとやばいかもしれない。ああサザンドラ読みで、ここダイアースすかしたらもう相手のダイマックスも切れても結構、そう結構有利に働くですけどね。ただ地震でねタスキまで削られたら、あのギガルドは、はいはいはい、タスキと不意打ち多分持ってるかもしれないんで。なるほどなるほど、そしたらちょっと対応できないかも。オッケーオッケー、第3打、第3打、第3打は絶対、あれだな、アーマーが読みだな。ああここでね、確かに、いやここ結構相手も強気にいったな。いやでもじゃないとちょっと厳しいよ、ギルガルド。そうですね、ギルガルドはどうっすか、弱砲が多いっすか、タスキが多いっすか。あんま弱砲よりはタスキの方が多い気がする。ああそうった、俺的には。でもあんまり見らん、ギルガルド。あんまそうね、あんまり見らんけど、ただタスキギルガルドは結構強いかなって。これすげえのがさ、ミミックとドラパルトをパーティーに組み込んでなくて、ああなんかそうね、マサノシンがめっちゃ言ってたね、すごいよって言ってたけど、これはなんで、何が、ああ、ミミッキと、うん、ああ、ちょっと待って。ここはちょっとしっかりいくわ。勝ちに行って、ちょっと待ってね。いや、でもそうね。まぁ、あ、ちょっとサザンドラとギルガルド、ああ。なるほど。ごめんね。ああ、いいよいいよいいよ。でも耐えそうやけど、自信。いや、どうだろうな。力持ち自身でしょ。さすがに。際どい、際どい、際どい。さすがに見た。0.75 倍するとはいえど。そうね、結構際どいと思うんすよね。ただ、ここ、自信打てるか、彼は。いやそうなのよ、そうなの。ただ交代読み交代してるからね、釣り出してるから、やっぱ順位的にはやっぱ上の人の、確かにプレイングっていうことで、うん、僕にも火つきました。あれスナフキンだけに火つけながら気つけろ。いいね。いいね。このサザンドラここは自信だろ、さすがにと思うよ俺は。あーなるほど、中くんね自信があります。はい、はい、自信だけに、これは自信があるテヘペロンリ。オーケーオーケーオッケー、ここだな、ここやね、ここ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 だな。相手からしてもサザンドラが来てから考えりゃいけんね。そうね、うん、だって打点ねえからもうオロンゲに下げるしかないんじゃねえ。そうねそうね、うん、いやただねそれもね読めるよね。ああ普通にサザンドラで流星群とか悪の波動とか打ってくるわけなくねって相手も思うけ。ああなるほど、うん、いやでもなんか理想的そうな気もするっちゃけどね。ピピ増やしとる、ピピ増やしとる、ピピ増やしとる。悪の波動と流星群だけ。気合玉、いや気合玉あんま打つ機会ないから。あ、そうだよ。うん、どうしようかな。
いやでも安定卓はここ自信は飛んでこないけどサイドでいいんじゃないかって思ってる。ああそうなんや。うん、だって交代してこようが居座ろうが、うん、1回とサイドンで、なるほどね、受けてって感じだ。居座られたらまたね、サザンドラ引くか引かないかっていう。ああ、そっか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 。うん、っていう意味でも。マジでドサイドンバックすればいいかなと思うな。うん。どうでしょうか。わからんけどね。おぉ飛び跳ねるわ。中間、なんだあ、なんか解析して解析して、わからん俺は。飛び跳ねるやろ。うん。多分大事だったために飛び跳ねると思うけど、何の何のタクやろね。もし居座ったとしてもホルード落とされるしね。ああそっか、上からスカーフと思ってなかった。いやでもサザンヌの方がね種族的にも上やし、だから分からん。これはこれは分からないで麻痺させようみたいな感じ。いや分からんけど、うん、うわー落ちる強っ。いやさすがにだよ、ホルードそんな耐久ないし。ああドサイドの火力めちゃめちゃ高いから。ドサイ強いな。いやドサイ強い、マジドサイ強い。いいよ使って。使いたい使いたいよね。一応サイファンの理想答え持ってるから。ああマジでやるよ俺に。うん、うわそれ高値で売ろ。金儲けすんなって思うんです。はい、ということでこれで多分100円以内いったんじゃねって感じよね。いけるこれ。いけるんじゃないの。ちょっと見ようか。はい皆さん緊張の一瞬です。行くだろ、行ってくれ。さあ行け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 。いや俺たちの実況のねこれからにね、いけよいけよお前。さあでマッチングしました。大木戸さん、100位の壁大博士やんけ。博士か、結構きついぞこれ。ポケモンの知識ではやばいからな。大木戸に勝てるんか。歩くウィキペディアって呼ばれておけんね大木戸。あポケモン界で、ポケモン界の歩くウィキペディアって呼ばれておけんね。歩きかよ。これ知識だけは相当あるから。水多い、水多いね。大木戸水多。いや偏っとうなって思うけどね、こっちもね鋼3枚おるけんね。確かに、うん、鋼おお前、鋼3枚でゴーストなしフェアリーなしっていう。結構あゴーストおるか、ギュガル、うん、ミミッキュー入れてないだけやけども、あいつはミミッキュー。でもドラパルトはおるね。そうね、うん、ミミッキュードラパルトはなんで入れないんだか知りてえ。なんで入れないのかは俺もあまり分からない。考えてない、考えてないですね。だサザンガルドが俺的に使ってて気持ちよくハマってたし。あーなるほど、ね、使いやすかった件サザンガルドから入ったってだけ、ね、逆算したらこんな感じになったね。そうですね、はいはいはい。まあサザンから入ってで、うん、ドサイドンの通りめっちゃいいんでドサイドンで破壊していくって感じ。これ通ってんの。いやドサイドンめちゃめちゃ通ってるよ。嘘。いやいやいや全員倒せるんじゃねっていう勢いだよ。あマジでドラパルトぐらいじゃね。ああほんと、うん、やっぱ素早さ振ってるんで。はいはいはい。あ、そっか。だって鬼シーズグも岩技で抜群取れる。あ、そっかそっかそっか。まあラストいったらギルガルドでいいでしょう。はいはい。さあ大木戸さん対戦よろしくお願いします。博士めっちゃイケメンなってるやん。あ、水タイプ多いの多分ポケモン界のさかなクンやけん。いやいや、めっちゃ知識持っとけ。異名変わってるポケモン界のさかなクンやけん。魚専門やんけそれお前。やけん水多いの。大木戸博士はもうポケモン専門や。やけん水が多い。いや苦しいな。いや分からんけど。さあここはちょっと出し負けたけど、うん、ラプラスには火力がないっていうのは有名な話なんで。これはね有名な話。まあ一回座って悪の波動打って削っとこうかなってみたいな。まあ昼ならラッキー的な感じですね。ああ。まあダイマックスはドサイドンでやる。はい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 。ドサイドンでやりますんで。オッケーオッケーオッケー。まあドサイドンで全員倒せるためにちょっとね、うん、ギルガルドとサザンドラで続いていくみたいな感じですね。はいはいはい、レートビーム。対ラプラス。オッケーですね。これは半分いくか。ああ。まあそれはそうだな、ねうん。タイプいっちゃして。タイプいっちゃけんな。まあ昼めばもう一回悪の波動っていう感じだったけど、ああ昼まなかったんで。まあ、ギルガルドバックでいいかな。はいはいはい、はい、ドラパルトのこと考えると、うんうん、やっぱ上からサザンドラスカーフで攻撃できるって考えたら、そうね、相手がスカーフじゃなかったらいけるもんな。うん、取っとく価値は絶対にありますね。はい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 、うん、早いポケモンはね、取っとく。あうん、これ鉄則。はいはい、早いポケモンマジって早いポケモンは強え。早いポケモンは強え。これもうめぶっとけ。わかる、当たり前と思うけど、はい、これインファイトで落ちるのかな、どうなんだろうか。どうなんすかね。いや微妙な気がすんな。抜けてそうやしね。素早さは抜いとると思う。ラプラスを素早さくないやろ。うんうんと思うから、うん、だから上から攻撃できないとアイアンヘッドの方がいいかもしれんけど、インファイトワンチャン落ちる気もするっちゃんね。ちょっとラプラスとあんまり相対したことないんで、あ分からないですけど、はい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 、だからギルガルドね、種族値落ちたもんね。あそうだよ ね、 そうね、もう10あれば落ちとったな。もう10あれば落ちとったわこれ。だからもう10あったら強すぎたな。そうなのよ。やっぱ弱体化とは言ってますけどね、木の実。弱体化ギルガルドもしっかりと使いこなしていきます。はいはいはい。弱体化とか言っとくけど普通に強いけど、ね、うずしようか。うずしを与えるぞ。耐えそうやけど、うずしを与える。下がっとったらいえ。オッケーオッケーオッケー。ハイドロポンプやったらちょっと無理やったかな。あ、うん、特防も下がっちゃってるし。だってそりゃそうよ、うん、これはここどないしようかな。うん、
まあ、アイアンヘッド1回見せるか。一応ゴースト2体おるけんね、相手で。多分ドラパルトかミミキどっちか絶対選出しとると思うから。はいはい、はい。まあ、特にドラパルト、うんうんうん、は絶対出とると思うよね。うん、じゃここで来るかな。来るかもしれんけ。ラプラスは取っとくだろう。取っとく価値はある。サザンドラをね警戒して守る守る、はいはいはい、守るで渦潮のダメージを稼いでいったって感じ、うん、ただここでアイアンヘッドを見せたことによって、うん、まあちょっとこれ交代せん方がいいなって思ったね。あ、じゃあラプラスここを安全に落としに行き終わりきって争いって言ったんだね。そういうこと、居座るってことやけ。インファイトを打つことが安定宅っていうことやね。うん、なんで俺がカバーしなかったっけ。俺のカバーをしてくれよ。黙れ、集中しろ。集中させてくれ。喋んな、集中させてくれ。オッケー、これでインファイトで突破。ガールド強い。完全に火つきました。ガールドインファもう火ついた。うん、火ついた。火つけるよ。うん、ビートにまたがりながら。うん、もう放火魔やんけ。いや、もういや何を目論んでも、うん、ノープロブレム。目論みとノープロブレムみたいな。うるせえお前。よく踏むよね、スナプキンが。うん、あのインめっちゃかっこいいって思う。大体ね、似とうけどね、踏むやつ。いや、そうなんよ、そうなんよ。でもいいよな。でもいいね。やっぱ乗り方が気持ちいいね。そうね。あ、ランターンか。ランターンか。ランターン、ランターンか。ラスト一体誰だ、わからんな。ただ、ミミッキーかドラパルトおると思うよね。影打ちで削られたくなかった。あー、ドラパルトとかを。おう、じゃあドラパルトだよ。ドラパルト、助けドラパルトかもしれん。あ、うん、なるほどね。うん、そう、関係ねえもんな。そう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 。じゃあ土砕で破壊していくんすか。はい。感じっすね。嘘つけー。ただランタンの上取っとうかわからんじゃん。ランタンって素早さ何。お前ランタンめっちゃ好きやん。いや、めっちゃ好きやけん種族知っとうかというとお前話ちげって。あ、マジで。貴様にわかやん。黙れ。ランタンにわかやん。67とか8だろ。いやでもね、うん、そんぐらい。あ、60。だったらドサイドの方が上取っとう可能性あると思うんやけど。うん、ただな、ちょっと待ってね。もし上取られとったら、うん、なんか意識してね。さ、ちょっとサザンドラが安定かな、これは。サザンドラから入る、うん、まあ、そうね、上は確実にするとし、うん、悪の波動で落ちると思うんで。67、67、うん、でもしね、ちょっと振っとったらな、アーマーガーとさ、うん、同じやん。やけ、多分ちょっと振っとると思う。あ、そうね、アーマーガーはちょっと警戒すると思うわ。67やね、アーマーガーも。俺もアーマーガーを警戒しとけん。アーマーガーをみんな警戒しとけんさ、うん、早いアーマーガーしかおらんやん。あ、そうね、そうね、そうね。アーマーガーには素早さ来る前提やもんね。そう、なんか抜き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 みたいな。で、みんなはどこまで抜くみたいな。結局 AS みたいなとおらんと。それはおらん、それはおらんけど。ミミッキュ、ミミッキュは勝ちじゃねえかな。多分これは悪の波動で、うん、うんうん、化けの皮剥がれるし、ヒルミで、この後は多分剣舞戦と勝てんちゃうね、相手は。ドサイドの。あー、そっか、ダイスチル打つ。いや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 、もうラスカでいいと。ラスカで。あー、ラッキー。ここはもう悪の波動ずっと打っていって、うん、削っていって、で、ダイマックス技で突破できるようにしとくの。あー、そっかそっか、いいかなと。あ、そっか、ドサイドもう何が泣いても突破できるのか、ダイマックスしたら。そう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 、ドサイドン強っ。ドサイドン強いっすね。ドサイドン強いな。しかもヒルンドーゲンね、もう勝ちやけどね、うん、これ。そうね。うん。じゃやったよ。あ、もう剣舞するね、余裕はなかったと。やったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。100円以内したよ。なんか結構カジュアルにいっちゃってますね。シンプルにね。シンプルにカジュアルにいっちゃってますね。もうちょい白熱する、なんかね、かと思うけど、結構落ち着いとるね。7連敗ぐらいして、なんかすごく落ち込んでギリギリ行きましたみたいなストーリー作れるね。確かに。確かにそっちの方がね、視聴者的にもね、いやもう感動みたいになるかもしれんけど、結構あっさりいってるんだよ。確かに、すげえ。パーティー変えてから全然負けないんで、やばいな。強っ。マジで俺、どこまで行きゃいっちゃう。どこまで、これ何連勝中今。何連勝なんやろうね。多分6ぐらいバーストと思う。6、7ぐらいいっちゃうね。すげえ。うん。何位今。見ましょうか。うん。78、結構上がったね。78はだいぶ上じゃないですか。な、強っ。ということで次は46円目指していきたいと思います。マジで、はい、強っ。夜だけになんでこんなあっさりしてんだろう。はい、ちょっと感動していいやつ。確かになんかすげえ。実感わかんな。はい、ということでもう実家ちょっと目標を見失いかけてますけども、うん、どこに焦点を当てていったらいいかわからんけど、うん、うん、まあとりあえず連勝中なんで負けるまでちょっとやりたいなと。あ、はいはいはい、うん、次回もちょっと動画化したいなと。そしてね、ちょっと調子乗って構築とか説明しようかみたいな。ああ、初めてのやつやん。あ、感じやろうかなと思ってます。すげえ。はい、ということで大変ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。